ボボ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 ボめちゃめちゃ釣れるわけよ。特にやっぱスピンベイトは強いね。ああ。なんだけど、正直もうちょっと自分はね、こういうハードベイト、もう引退しようかなって思ってる。ああ。なんでかっていうと、それは釣れるんだよ。特に先日なんかもうね、周りの人が誰も釣れてない中でさ、まあ俺が一人でばーってスピンベイトで50アップ入れ食いでしょ。まあ、動画見てくれたらね、人は分かってると思うけど。まだ来た。2匹目。うわ、でかい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 。結構でかい。うわ、でかいでかいでかい。マジ。でかいぞ。いや、でかい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 。40超えてるぞ、おい。いや、50ある。でかい。釣りまくっちゃってんだよな。ああ。先日ね、僕1日、というか、朝4時半から釣り始めて、3日前か。おいで。昼の3時までやったんだけど、小バス1匹やった。で、その時に、本当に魚釣りたいなら、これですよ。状況としては、俺1日ね、雨降りの中、ずぶ濡れになって、ドロドロになってバス釣りして、小バス1匹で終わったんだけど、まあこういうハードベイト使ってましたわ。で、こういうのででかいのもちろん釣れるんですけど、奥琵琶湖でよく見受けられるのが、デカバスのボイル。これ結構ね、まあよく通ってる人はまあ定期的に追って見つけることがあると思うんですよね。いわゆる、小アユたちとか、まあ小魚を、まあ50アップの群れ。まあ大体10匹ぐらいが多いかな。5匹から10匹。まあ多い時は20匹ぐらいの群れが、めちゃめちゃ下からブワーボイルしてることがあるのよ。で、俺今回の兆候でそのボイルにぶち当たって、そこに、うわっデカバスがボイルしまくってるっつってね。もう目の前だよ。目の前で奥琵琶湖のとあるポイントでデカバスがドーンボーンボサーボサーって食いまくってるから、うわーって目の色変えてスピンベイトブワーン投げて、うわーってやったんだけど釣れなかったの。で、なんで釣れないのっていう。で、結構まあ、バスのボイル打ちってあんまり釣れない気がするけど、あのルアーがあったら絶対釣れてたと思うんだよ。その時に。だからあの状況はスピンベイトじゃないんだよな。だから、小アユ食いまくってるから、マッティングタベイトとか言うんだけど、小アユを食ってる状況で、小アユが大量にいるところに、スピンベイト、小アユそっくりのもの投げても釣れないわけよ。いわゆるスピンベイトが釣れる状況っていうのは、小アユとかベイトがそこまで群れてないところに通した時に結構食いがいいっていうことであって、大量にね、ベイトがいる時は、食わないことが多いんですよね。いくら釣れるルアーこんなん投げても。それを一発で仕留められるワームっていうのをね、まあ、動画ここまで見てくださった方にね、特別にご紹介します。それはこれですね。これ。まあ、ちょっと知らない人が多いと思うんで、言っとくんですけど、フリックシェイク。うん。これがやばいですよ。で、今回ね、多分フリックシェイクを俺もうね、釣れすぎるから封印してたのよ。フリックシェイクを持ってったら、入れ食いになっちゃう、バスが。釣れすぎちゃう。だから、つまらなくなるから、俺使わないの。釣れすぎたら面白くないじゃん。何でもそうよ。もう簡単に何でもかんでも、バン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 、釣れちゃったら、面白くない。だから、これ封印してた。そんぐらい釣れる。これはね、マジで本当に釣れるから、多分今回のそのデカバスのボイルの時もスピンベイトじゃなくてね、こうやって投げてスピンベイト楽はないなと思ったらこれを振って入れたら一撃で食ってたわ。間違いない。もうそういう画像が見れた。うん、だから手元に俺フリックシェイクもハードルアーでしかやらないって決めてたから持ってなくて投げれなくて小バス一匹で終わったんだけど、これはね、日本に数あるワームありますよ。で、自分も今までオオサンショウウオとか、バイズシュリンプとかね、激推ししてきたルアーがあって、あれらもめちゃめちゃデカバスが入れ食いになるんだけど、それを超えてるのがこのフリックシェイクなのよ。悪いけど。で、これ言いたくなかったのよ。知らない人多いから。だから、魚釣りがね、つまらなくなっちゃうといけないから、
みんなには俺はあえて黙ってた。言っちゃってさ、スピンベイトやってさ、スピンベイトじゃねえわ、フリックシェイクやってさ、釣れすぎて面白くないでしょ？ね？魚って釣れすぎて面白くないの。わかる？ボヤたち。そんぐらい釣れちゃうから、これ。ああ。匂い嗅いで。うわぁ、エビフレーバー入ってます。で、これの何がすごいかっていうと、ね。まず素材が異常に柔らかい。だから、張り持ちが良くないから、バスが釣れるたびに一本なくなるみたいな感じになるんだけど、めちゃめちゃ柔らかくて、釣れる。で、こうやってちょっとこうね、くねってるんだよね、このルアーをこうやって。グニーンって。こうやってグニーンってくねってるの。だから、フォールすると、これ。こんぐらい揺れて落ちるんですよ。ここに書いてるね。フリックがシェイクする。だから、正直ね、これはね、バス釣り業界でもね、これ知ってる人ほとんどいなくて、タブーになってるんですよ。なんでかっていうと、バス釣りが面白くないから。釣れすぎちゃうから。だから、坊主ぶっこいてるって人は、これだけ使っときゃいいよ。で、セッティング方法をちょっと教えとくわ。ね、今まで僕が押してきた、山線香とか、ね、オオサンショウウオとか、カーリーテールとかもめちゃめちゃ釣れますよ。ただ、それを超えてる食わせ能力があるのはこれ。まあ、それは分かってる。うん、誰もが認めてると思う。それはね、使ったことある人なら。で、セッティングは、何でもいいです。もうね、こうあったら、まあ、この辺に。はい。もうこんだけ。これでじゃん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 って。これ。これだけやりゃいい。うん。これだけやっとけば、もう魚が、今回の僕だからそのね、奥琵琶湖で見た50アップの群れの中に、このセッティングで、ふわーって落として、目の前でバカバカデカバスがボイルしてるわけだからね。そこにこれを、落としたら間違いなく食ってたわ。画像が見えた。うん。あれはね、スピンベイトが食わない状況なんですよ。もう、アユに埋もれちゃうわけ。だから、小アユが大量にいるから、そこに埋もれないやつを逆に入れる。そうすると、スイッチ入っちゃう、バスが。うん。バスがね、小アユとか食べようとしても、一応小アユたちは逃げるから、逃げるな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 、つって、なかなか食べれない中で、ふわっと、ふわっ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 と落ちたら、ドーンですよ。で、これさえ投げてれば、今回の兆候もね、小バス一匹になったんで動画ボツにしましたけど、まあ、50アップ。うん。100釣れてた。うん。これさえあれば。もうフリックシェイクは見切れないから、バスが。フリックシェイクだけ。うん。もちろん他にも、ね、いっぱい釣れるルアーとか、名作ルアーとか、名作ワームいっぱいありますよ。その中でも、3歩頭が抜いてる。うん。ただちょっと高いんだよね。まあ高いって言ってもね、800円とかぐらいなんで、まあ一回の兆候でね、これ結構張り持ち悪いから、一回行ってね、バーンって釣れちゃうと一回の兆候でこれ一袋なくなるみたいな。っていうことがあるから、小学生とか中学生、バイトしてない子、小中高生にとっては厳しいかもしれないですけど、まあ大人がね、一日釣りして、うん、まあこれ一袋多分なくなると思うわ、一日投げ続けたら。だって入れ食いになっちゃうわけだから、魚が。で、釣れるたびにやっぱここ柔らかいからちぎれてちょっと張り持ち良くない面があるから、まあね、そういうことですよ。なので、どうしても魚が釣りたいって人は、山線香が最近ちょっと食いが渋い感じがするね、俺見てるけど。もちろん山線香、俺の大好きな3インチファット山線香、めちゃめちゃ釣れますよ。うん、釣れるんだけど、ちょっと渋くなってきた。擦れてきた、みんなが使いすぎて。とんでもないことになってる。うん。ただ今これね、みんなあんま使ってないから、これ。ああ。不景気で、やっぱりその一部の人は使ってるよ。バス釣りマニアの方は使ってる。ただ俺のチャンネルはバス釣りマニアに対して送ってるもんじゃないから。バス釣り5回しかやったことないとか、3回しかやってことがないっていう、自分のチャンネルは初心者チャンネルだから。悪いけど。だから、バス釣りマニアのとっては、ね、あ、フリックシェイクは知ってるよ。あ、それなりに釣れるね。いいワームだね。で終わっちゃうと思うんだよ。わかんないんだよ、本物のね、真実が。やっぱり。で、素人さんに限って、やっぱりそういう逆に、あっ！気づきがあるんだよね。うん。だから正直、超過で負けたくないんだったらこれ。で、ノーシンカーで。さっき針チョーンってつけたでしょ。うん。で、あれでいいと思うんですね。チョーンです。入れる。今回も、おそらく、
100の確率で自分はスピンベイトで小バス1匹で終わっちゃったんですけど、まあ状況が合わなかったっていうのもある、なんだけど、まあこれ使ってたら、50アップが間違いなく5匹は取れてたなっていう、確信持ってますね。はい。うわー